マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアは、アメリカ合衆国のプロテスタント・バプテスト派の牧師で、ある。キング牧師の名で知られ、アフリカ系アメリカ人公民権運動の指導者として、活動した。アイハバ・ドリームで知られる有名な演説を行った、人物。1964年のノーベル平和賞受賞者。本人死後、2004年の議会名誉、黄金勲章受賞者。 アメリカの人種差別の歴史を語る上で重要な人物の一人である。1929年、ジョージア州アトランタで、バプテスト派牧師マイケル・ルーサー・キングの息子として生まれた。ミドルネームも含めて、父と同じ名前をつけられたが、父マイケルは1935年にマーティンと改名し、息子も同様に改名したため、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアとなった。 宗教改革を始めたマルティン・ルターから父親が命名した。父親は区別のためマーティン・ルーサー・キング・シニアと呼ばれる。幼少の頃隣に白人の家族が住んでおりその家庭の同年男子二人と遊んでいたが、キングが6歳のある日、彼らの母親が二度と遊ばせません。と宣言した。これが人生で初めての差別体験であった。 1942年にはアトランタのブーカーティワシントン高校に入学した。高校時代には弁論大会で優勝したが帰り道にバスの中で白人から席を譲れと強制され、激しく怒った。これが後のバスボイコットにつながっていく。コレッタと共に1944年にはモアハウス大学に入学し、法律家と生殖のどちらを選ぶかで迷ったものの、 結局、父と同じ聖職者の道を選ぶことにし、1947年には、牧師の資格を得、父親と同じくバプテスト派の牧師となった。1948年に卒業すると、ペンシルベニア州のクローザー神学校に入学して、さらに3年間大学院生として学んだ。この時に、マハトマガンディの思想を知り、深く傾倒して、後の活動に非常に大きな影響をもたらした。 その後1955年に、ボストン大学進学部で博士号を取得した。ボストン大学に在学中、コレッタ・スコット・キングと知り合って結婚した。コレッタは4人の子供を育て、夫が亡くなったその後も、思うを継ぎ、非暴力社会変革センターを設立。映画や TV、ビデオゲームなどの暴力シーンをなくす運動を、精力的に行ったり非暴力運動、人種差別撤廃。 貧困早急歳の運動を指導して世界を暗夜した。彼女は2005年8月16日に脳卒中で倒れて半身不随となり2006年1月31日に78歳で死去した。なおキングがボストン大学在学中に飲食店に入った際、キングが黒人であることを理由に白人の店員が注文を取りに来なかったが同店の所在地が このような行為を州法で禁じているボストン北部であったため定員は人種差別として即逮捕となった。南部出身で人種差別を受けることが多かったキングはむしろこの出来事に驚いたという。男性有色人種専用の水飲み場で水を飲む黒人男性1863年1月1日にエイブラハムリンカーン大統領によって行われた。 奴隷解放宣言によりアメリカ合衆国での奴隷制は廃止され、主としてアフリカ系アメリカ人は奴隷の首引きからは脱していた。しかし、奴隷制度からの解放は直ちに人種差別の撤廃を意味するものではなく、特にレコンストラクション期が1870年代に終了するとともに南部諸州は次々と人種差別主義立法を通過させ、 その後も人種によっての差別的な取り扱いは容認されたままであった。南部の多くの州では事務苦労法と呼ばれる黒人が一般公共施設の利用を禁止制限した法律が制定されており、これに基づいて特に学校やトイレ、プールなどの公共施設やバスなどの公共交通等において、 白人と非白人等の区別に基づき異なる施設を用いることは容認されたままであった。このような状況はアメリカが自由で平等な民主主義の共闘法であると自称として参戦した第二次世界大戦後も続いており、むしろ多くの州では法令上もかかる差別を義務づけていたことすらあった。キングは1954年9月にアラバマ州、 モンゴメリーのデクスターアベニューバプティスト教会の牧師に就任した。キングは1年ほど平穏に牧師を務めていたが、1955年12月にモンゴメリーで発生したローザパークス逮捕事件が彼の運命に大きな変動をもたらした。この事件は黒人であるローザパークスがバス内で白人に席を譲らなかったために逮捕された。 もので、キングはこの事件に激しく抗議して、モンゴメリーバスボイコット事件運動を計画し、運動の先頭に立った。この運動は382日間に及んで続けられ、黒人たちは自家用車などでネットワークを組んで抵抗を続けた。この運動の結果、1956年11月に、連邦最高裁判所から、バス車内人種分離法違憲判,判決を勝ち取り、抗議運動は、 成功を収めた。モンゴメリーバスボイコット事件は公民権運動に一般の民衆が参加した初めての運動だった。この運動の成功によって公民権運動はアメリカ全土に広範な広がりを見せるようになりバスボイコットは南部の各都市に広がっていった。またボイコットの成功によってキングは公民権運動の最も有力なリーダーの一人となりこれ以降 アトランタでバプテスト派教会の牧師をしながら全米各地で公民権運動を指導した。1957年には南部キリスト教指導者会議を結成し、その会長となった。1958年9月20日にはハーレムで黒人女性によってナイフを胸に突き立てられたが、この暗殺計画は未遂に終わり、キングは一命を取り留めた。 1959年2月には、インド首相のジャワハル・ラ・アルネリューに招かれインドを訪問している。1960年1月にはモンゴメリーからジョージア州のアトランタに移った。1960年2月1日には、ノースカロライナ州グリーンズボロにおいて、キングの影響を受けた学生たちが差別的な扱いに抗議して座り込みを開始した。このグリーンズボロ座り込みは、 キングの統括のもと南部全域に拡大し、2月13日から5月10日まで、テネシー州ナッシュビルで行われた、ナッシュビル座り込みをはじめとして、各都市で大きな成果を上げた。1961年の秋には、ジョージア州のオールバニで起きた解放運動を指導したが、1962年の夏まで続く、このオールバニ運動は、オールバニ市側の巧妙な対策によって、 失敗に終わった。運動が失敗に終わったことで、キングは運動の戦略を練り直し、別の都市で運動を再び行うことにした。キングが新たな運動を起こす場所として選んだのは、アラバマ州のバーミングハム市である。当時バーミングハム市の人口の7割は黒人で占められると言われていたが、同時に南部でも最も人種差別の激しい場所として知られていた。こうして、 1963年をはじめに、バーミングハムでの解放運動が開始された。このバーミングハム運動は、大きな成功を収めた。理由の一つとして、当時のバーミングハム市側が、暴力的な弾圧も辞さなかったことが挙げられる。当時の警察所長であるブルコナーは、デモ隊に対し非常に高圧的な態度で臨み、丸腰の黒人青年に対し、警察犬をけしかけ襲わせたり、 警棒で滅多打ちしたり、高圧ホースで水をかけたりするなどの暴挙を行った。こうした警官による事件映像はテレビや新聞によって映し出され、アメリカの世論は次第にそれらの白人の人種差別主義者による暴力に拒絶反応を示していった。なおキングも1963年4月12日にバーミングハムで行われた抗議デモの際自ら、 バーミングハム死刑に逮捕され、4月19日まで、拘置所の独居房に投獄されたこともある。この時は、同じく公民権運動家でもある歌手のハリー・ベラ・フォンテが保釈金を支払い、キングは釈放された。釈放されるとすぐに、キングは活動を再開し、同年5月には、バーミングハムでの運動は、かなりの成功を収めた。 キングの提唱した運動の特徴は徹底した非暴力主義である。インド独立の父、マハトマ・ガンディに啓蒙され、自身の牧師としての素養も手伝って、一切抵抗しない、非暴力を貫いた。一見非暴力主義は、無抵抗で弱腰の姿勢と勘違いされがちだが、キングのそれは、非暴力抵抗を大衆市民不服従に発展させる。そして支配者たちが、 黒人は現状に満足していると言いふらしてきたことが嘘であることを全世界中にはっきりと見せるという決して単なる弱腰姿勢ではなかった。公民権運動にあたっては主として南部諸州における人種差別的取り扱いがその対象となった。通常、差別的取り扱いには州法上の法的根拠が存在し運用を実際に行う。 政府当局内市は警察なども公民権運動には反対の姿勢を取ることが多かったことから公民権運動は必然的に州政府などの地域の権力との闘争という側面を有していた。合衆国においては州と連邦との二重の統治体制が設けられている中で連邦政府内市は北部各州は南部各州の州政府に比べれば 人種差別の撤廃に肯定的であり、1957年9月のリトルロック高校事件など複数のケースにおいて、州政府内市は州兵に対し連邦政府が連邦軍兵士を派遣して事態の収拾を図るケースも見られた。1963年8月、ワシントン大行進にてアイハバドリームの演説を行うキングアメリカ各地で、 公民権運動が盛り上がりを見せる中で、キングたちは首都ワシントンにおいて、リンカーンの奴隷解放宣言100年を記念する大集会を企画した。1963年8月28日に行われたワシントン大行進は参加者が20万人を超える大規模なものとなり、公民権運動家や芸能人など多くの著名人も参加した。この集会においてキングは、 リンカーン記念堂の前で有名なアイハバドリームを含む演説を行い、人種差別の撤廃と各人種の共和という勾配な理想を簡潔な文体で訴え広く共感を呼んだ。当該箇所の演説は即興にて行われたものと言われるが、アメリカ国内のみならず、世界的にその内容は高く評価され、1961年1月20日に、 就任したジョン・カイ・ケネディの大統領就任演説と並び20世紀のアメリカを代表する名演説として有名である。ホワイトハウスで公民権法施向の文書に署名するジョンソン大統領キングを先頭に行われたこれらの地道かつ積極的な運動の結果、アメリカ国内の世論も盛り上がりを見せ、ついにリンドン・ビー・ジョンソン政権下の1964年7月2日に 公民権法が制定された。これにより、建国以来200年近くの間アメリカで施行されてきた法の上における人種差別が終わりを告げることになった。ジョンソンは人種差別感情が根強いテキサス州選出であったものの人種差別を嫌う自らの心情のもと、自らの政権下において、キングと共にこれを強く推進した。 なお公民権法案を議会に提出したのはジョンソンが副大統領であったケネディ政権時代のことであるが議会内において強い政治的影響力を持たなかったケネディを副大統領として後押しし続けたジョンソンが自らが大統領となったことをきっかけにキングの協力を受けて自らの政治的影響力をフルに使い制定へ向けた 議会工作を活発化させ公民権法の早期制定に持ち込むことに成功した。公民権運動に対する多大な貢献が評価され、アメリカ合衆国における人種偏見を終わらせるための非暴力抵抗運動を理由にマーティンに対し1964年度のノーベル平和賞が授与されることに決まった。これはノーベル平和賞を受けるアメリカ人としては12人目だったが、 当時史上最年少の受賞であり、黒人としては3人目の受賞である。受賞金はすべてのアフリカ系アメリカ人のものだとコメントした。ただし当時のすべてのアフリカ系アメリカ人がキングに同意していたわけではなく、一部の過激派はマルコム X を支持しキングの非暴力的で優和的な方針に反発した。マルコム X とキングキングとマルコム X は、 黒人解放運動でも恩恵派と過激派の中核とみなされており、しばしば対立した。暴力的手法を含む強硬的な手段による人種差別の解決を訴え、同時期に一気に支持を得て対等し始めていた。マルコム X が1965年2月に暗殺されると、マルコム X とはその手段において相当の隔絶があったにもかかわらず、マルコム X の暗殺は悲劇だ。 世界にはまだ暴力で物事を解決しようとしている人々がいると語った。しかしその数年後、キング自身も暗殺される。暗殺されたのも彼と同じく39歳の時であった。両者は直接長期間対談したことはなく、直接代弁したのも1964年3月26日にアメリカ合衆国議会議事堂で偶然顔を合わせた時のみだった。 一時期は、公然とキングの姿勢を批判し、自らの演説の中で非暴力抵抗を笑い者にしていたことさえあったマルコム X だったが、暗殺の前年には、自らの過激な思想の中核を成していた、ブラックムスリムのネーション・オブ・イスラム教団と手を切っていた。同時に、マルコム X は、新たな思想運動のステップを登るべく、なんとか、キング牧師と会って話がしたいと、 黒人社会学者、ケニス・クラークの仲介で会談を持とうと模索している、矢先の出来事であった。キングは、そのために、マルコム X の暗殺を特に嘆いていた。ワシントン DC への20万人デモで、最高の盛り上がりを見せ公民権法を勝ち取った、黒人解放運動は、その後、生前のマルコム X や、その支持者を代表とする過激派や極端派などへ、 内部分裂を起こし、キングの非暴力抵抗は、次第に時代遅れなものになっていった。1965年3月7日には、アラバマ州のセルマから州都モンゴメリーに向かっていた、デモ隊に対し、州軍と地元保安官が、催涙ガスや警棒を使って、攻撃を始め、彼らをセルマに追い返した。地の日曜日事件である。これを受けたキングは再び、デモ隊を率いて、 モンゴメリーに向かうことを計画し、3月21日に更新をスタートさせ、4日後の3月25日にモンゴメリーにデモ隊は無事到着した。黒人運動は暴力的なものになり、ブラックパワー運動を提唱するストグリー・カーマイケルに代表されるような強硬的な指導者が現れ、ブラックパンサー等が結成されたり、1967年夏に、 ニュージャージー州で大規模な黒人暴動が起きたりするに、至って世論を含め白人社会との新たな対立の時代に入っていく。こうするように白人からの黒人に対する暴力事件も各地で増えていった。キング牧師はその要因を自身の演説の中で以下のように分析し、すべての罪が黒人に返せられるべきではないと結論付けた。公民権法成立は 黒人から見ると解放運動の最初のステップでしかなかったが白人社会はこれで問題は片付いたとホールだと位置づけた深く根付いた差別意識は依然として教育や雇用の場に蔓延しており黒人は階段の入り口には立てても頂点には登っていけない差別意識により雇用の機会を奪われた黒人の失業問題は白人に比べ深刻である ベトナム戦争により黒人は多数徴兵され、その多くは最前線で戦わせられている。彼らは母国で民主主義の恩恵を受けていないのに、民主主義を守るために戦争に駆り出されている。大都市では、スラム街に黒人が押し込められ、戦争のためにそのインフラ整備等の環境問題は、ないがしろにされている。そして、国内問題の解決が行われないままに統一で、 行われていたベトナム戦争に対する反対の意思を明確に打ち出しながら、ブラックパワーに対し、グリーンパワーなどで、さらなる黒人の待遇改善を訴えていった。一方で自身でも、時代遅れになりつつあることを自覚していながらも、非暴力抵抗の可能性を信じ、それを黒人社会に訴えていった。その後、キングは激化の一途をたどるベトナム戦争へのアメリカの関与に反対する。 いわゆる、ベトナム反戦運動への積極的な関与を始めるようになったが、その主張は一向になくならない、人種差別に合意に癒し、暴力をも辞さない、過激思想への理解すら示しつつあった、黒人社会の主流のみならず、ベトナム戦争への関与をめぐり二つに割れつつあった、白人社会の主流からさえ離れていき、さらにキングを邪魔だと考える敵も増えていった。爆弾テロや、 視殺未遂もあったが、くしくも命を取り留めるなど、そのような状況下でも、精力的に活動を続けていた。キングが暗殺された、モーテルキング牧師の日九1968年4月4日に、遊説活動中のテネシー州メンフィスにある、メイソンテンプルで、アイブビーン・ツー・ザ・マウンテンタップ a i n と to 遊説。その後メンフィス市内にある、ロレインモーテルの三百六号室前のバルコニーで、 その夜の集会での演奏音楽の曲目を打ち合わせ中に白人男性で類犯のジェームズ・アール・レイに撃たれる弾丸は喉から脊髄に達し病院に搬送されたがそのまま帰らぬ人となった墓標にはついに自由を得たとうがたれているレイは国外に逃亡し数ヶ月後ロンドンのヒースロー空港で逮捕され禁錮99年の判決を受けるその後 彼は服役中の1998年4月23日に新型肝炎による人不全で死去した。なお、暗殺した動機や海外へ逃亡した資金源などは分かっていない。暗殺の前日にキング牧師が行った最後の演説の最後の部分は以下のようなものであり、新明期32章のモーセを思わせる自らの死を予見したかのようなその内容は、 アイハバドリームと共に有名なものとなった。ウェストミンスター寺院に飾られている20世紀の10人の殉教者のレリーフの一部。左からロシア大公妃、エリザベータ、キング牧師、ロメロ大司教、ボンヘッファー牧師。キングの暗殺を受けてアメリカ国内の多くの都市で怒りに包まれた。 アフリカ系アメリカ人による暴動が巻き起こったが、葬儀が行われるとその怒りは悲しみに変わり、アフリカ系アメリカ人のみならず、多くのアメリカ人が葬儀に参列しその死を悼んだ。また、暗殺現場となったモーテルは、国立公民権博物館となっている。アメリカでは、キングの栄誉を称え、ロナルド・レーマン政権下の1986年より、 キングの誕生日に近い毎年1月第3、月曜日をキング牧師記念日として祝日としている。アメリカにおいて生前の業績から祝日が制定された個人は他にクリストファー・コロンブスとジョージ・ワシントン、エイブラハム・リン・カーンの3人しかいない。また、アメリカ国内の多くの大都市にマーチン・ルーサー・キング通りが作られたほか、ベトナムのホーチミン氏7区にも ベトナム市の偉人の名に混じり、マーチン・ルーサー・キング通りが存在する。2011年10月16日には、アメリカの首都ワシントン DC にあるナショナルモール国立公園内に、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア記念碑が完成し、バラク・オバマ大統領らを招いて、完成式典が行われた。アメリカ国内において、アングロサクソン系を中心とした白人による、 アフリカ系アメリカ人やインディアン、ヒスパニック、アジア系アメリカ人、中東系アメリカ人をはじめとする少数民族に対する人種差別は未だ根絶されていないが、キングの運動の結果、公民権法が施行されたことによる法的側面からの人種差別撤廃の動きを平和的な手段によって大きく前進させた意味は大きいと言える。公民権運動に携わった時期及び教団に、 倒れた、際の話は、遠く離れた、日本の公立中学校3年英語教科書の教材として使用されている。ストーリーの最後に登場する、人は、兄弟姉妹として、共に生きていく術を学ばなければならない。さもなくば、私たちは、愚か者として滅びるだろうは、キングが、メンフィスで語った言葉である。そしてキングの死から40年後に、 アメリカ人とケニア人の根血であるバラク・オバマが大統領に就任した。ミシェル・オバマ夫人は黒人奴隷の子孫であるため、アフリカ系アメリカ人初の大統領とファーストレディが同時に誕生した。バラク・オバマ大統領就任式はアフリカ系初であるために記録的な観客に満ち、キングのこのマーティン・ルーサー・キング3世も参加し、第44回就任式のテーマは、 エイブラハム・リン・カーン生還200年を記念して自由の新しい誕生とされた。ライフ氏が1999年に選んだ、この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人に選ばれている。上述の通り、キングは平和的手段によって人種差別問題の解決に貢献したとして高く評価されているが、 その死後に側近などによる証言や FBI の調査による女性関係の集文が明らかにされている。ニューヨークタイムズは2011年9月12日、1964年に行われた歴史学者のアーサー・シュレジンジャーによるジャクリーン・ケネディへのインタビューの内容を公開した。それによると彼女は FBI によって盗聴 録音されたキングの妻以外との女性関係を示す内容のテープを聞き、彼を偽善者とのっている。また、ワシントンポスト記者であるボブ・ウッドワードのディープスロート大統領を葬った男でも、キングがホテルで不特定多数の女性と性交渉を行っている様子を登場していた事実を記載している。エネミーズ、エイヒストリー・オブ・ザ・ FBI においても、 説教の走行作成や調査用の名目で借りていたアパートにおいて女性と密会していたことが FBI の盗聴によって露呈していたことが記録されている。また、死後1964年にはジョン・エドガー・フーバー率いる FBI からの必要な脅迫を受けていたことがわかっている。フーバーは FBI が盗聴、録音したキングの妻以外との女性関係を示す。 内容の録音テープとともに、キングを完全な詐欺師で、世の中の荷物、邪悪で異常な野獣などと罵り、不倫関係について暴露すると脅しが書かれており、キングが自ら表舞台から姿を消すか、自殺に追い込むことを狙ったものとみられる。手紙の書き出しは、汚らわしい、異常な野獣よ、よく聞け。お前は録音されている。お前の浮気行為、乱行ぶりは、 過去の過去まで録音されている。これは、その本の見本だと始まり、さらに、お前に残された道は一つだけだ。分かっているだろうと続き、表舞台から手を引く、または自殺する予案に迫っている。ありがとうございます。